狙われています。今後、あれに関する発言はできなくなるかもしれない。 あのカードの真の目的。スロバキアの首相が暴漢に銃の撃された事件。一応容疑者は政治的な目的が動機だったと言っていて、いわゆる右の国に対して軍事支援を停止したからそれに対して怒ってやったって言ってるらしいんですよね。でも本当は違うんですよ。この首相をつい最近、例の健康を司る機関に対する今年の夏に行われる予定の例の条約、 あれに対して拒否を公に発言してるんですよね。ついでに、この首相の前の政権の時の新型の、あ、豚ゴリラの対策と、ちくわに関する汚職とかを全面に調査するって言ってたんですよ。実はこれが理由で狙われたんじゃないかって言われてるわけ。そういえば、2年前に安倍ちゃんがあれした時も、 あの事件って、例の宗教団体が、ま、動機だって言われて、話はそっちに全部持ってかれてますけど、真実は違うくて、安倍ちゃんが、この事件の半年前に、同じく、例の国際機関に対して、拠出金を今後は考え直すっていう発言をしたわけですよ。実はこれが理由だったって言われてるわけ。今回のスロバキア首相の件、何かがおかしいっていう話なんですよ。そう言われてみれば、SP が、結構ギリギリまで容疑者を寄せ付けてしまってるんですよ。 それもあの時と全く一緒なんですよね。まあ怖いなっていう話なんですけど。まあ例の健康を司る国際機関の話って今インターネット上ではどんどん規制が入っていってるわけ。現代史家の林千勝先生。彼も例の条約に対して大反対しててリアル社会で デモ活動など、結構な人数集まってるんです。もちろんこれマスメディアは一切取り上げないんですけど、まあ、正直、林先生もあの人たちからしたら、まあ、邪魔な存在なわけじゃないですか。彼 YouTube やってんですけど、今すごい勢いで動画が荒れされてるらしい。 ま、理由はいつもの例の機関が発信してる内容と異なるからっていう、まあ、よくわかんない理由で消されていってるわけなんですよ。6月の閣議決定で例のなんとかフルエンザの行動計画の改定案が議決されます。その中にはネット上のご情報、こういったものを 規制できる、削除できるっていう内容が入ってて、それを判断するのはもちろん当局側であり。これどういうことが起きるかっていうと、当局に対して都合の悪い情報を、これは誤情報だって言って消すことができるようになるわけなんですけど、実はもうすでにそれは始まっていて、ちょっとずつ本当のことが言えない状況になってきている。 例のスロバキア首相の話もそうなんですよね。まあ、やばいっていう話なんですけど。まあ、今回ね、スロバキアで例の条約に対して、まあ、反対票を投じるって言ってたんですよね。今実は、世界の11カ国が国連総会で、この例の国際機関に対して同調しない旨っていうのを伝えてるんですよ。まあ、それに対して、アメリカのバイデン大統領は、まあ、賛同を得るために、今水面下で色々な怪獣工作してるわけなんですよ。まあ、それに先駆けてスロバキアでこれが起きたっていうのは、 お前らこの後どうなるか分かってんだろうなっていう警告に見えるのは私だけでしょうかまあ、SNS 禁止法案じゃないかって言われてるプロバイダー責任制限法改正案まあ、インターネット上のまあ、誹謗中傷みたいなやつが、まあ、あまりにも横行しすぎたため政府がプロバイダーに対してまあ、情報開示っていうのをまぁ、あ、迫れるようになったっていうまあ、これねまあ、一見いいことのような話なんですけど逆に言えば権力が 公開入しやすくなった6月の閣議では、ついに政府が正しいか悪いかを判断できるようになってしまうと。 今、着々と情報統制社会が到来しようとしてて、それは今回のようなスロバキアで起きたアレ、これもおかしいって声高く言えなくなってしまう社会が今まさに来ようとしています。まあ、不具合や偽造など問題が出まくってるマイナンバーカードなんですけど、実は恐るべき計画がもうすでに実行されていることをご存知でしょうかそれはマイナンバーカードを作れば給食費が無料になるよっていうまあ施策なんですよね。まあ、これあ ある地方自治体がやろうとしてることなんですけど、なんでこんなことが起きてんだと。まあ、これってね、実は数年前にね、豚ゴリラが流行ってた時と同じことが起きてるんですよね。ちなみによくネットで、この豚ゴリラって何の隠語ですかって言われるんですけど、嘘、八尾八の後取りに決まってんだろっつって。豚ゴリラあの時って、官邸のコンサルタントが地方自治体に対して、このちくわの 食べ率っていうのを競わせようっていう計画を出したんです。それやったことによって、地方自治体は、いや、うちがうちがつ、世界でも突出、8割以上の食べ率を叩き出した。実はこれと同じように、今、マイナンバーカードも、各地方自治体に競わせて、作らせようとしてるって話。その一つが、この給食費無料とかいう、とんでもない政策なんですよ。まあ、これ要するに、例のカード作んなかったら、給食費が高くなるってことですからね。あれって義務じゃないとか、なんとか言う。 言いながら最近では保険証は紙なくしますとか免許証とくっつけますみたいな実質義務化みたいなのが進んでるとでこの動き何なのって話なんですよこれ実は例の国際機関が推し進めている世界的な情報統制と深くつながっているのですトマベ博士曰くマイナンバーカードが基本仕様から設計ミスであるっていう指摘とともに このマイナンバーシステム全体の問題っていうのも指摘してて20年以上古い、まあ、システムソースを使ってる、まあ、ずさんなものであるとこの欠陥は単なる税金の無駄遣いっていうレベルじゃないとそれは我が国の重大な安全保障リスクにつながるよってめっちゃ指摘してました、まあ、このマイナンバー自体が海外に情報が流出したりとか最近では簡単に偽造ができて乗、まあ、っ取り ま、背乗りみたいなことも、今普通にバンバン行われちゃってるわけじゃないですか。それでもなお、内容変更とか、一旦やめるとか絶対に言わないと。それは、もうすでに計画は始まってて、あいつらからの指示だから、やめるわけにはいかないんです。もしやめてしまったら、あのヨーロッパの首相みたいなことになりかねないから、 なのです。ま、これね、まあ、日本ではマイナンバーカードですけど、世界的にも似たようなことを各国でやり始めてるんですよ。でもこれ実はある会議を境にこれが行われ始めたのね。それがダボス会議。まあ、うの国と顔の怖い国の戦ってもうすぐ終わるって言われてるんですよ。じゃあこれどっちの勝ちでって話なんですけど、まあ、西側諸国にしたら引き分けっていうのは実質敗北と同じわけですよ。まあ、これを境に顔の怖い国や中国が強い力を発揮するようになって、まあ、アメリカ経済も 景気交代していく未来があると。それに対して西側諸国が一致団結して強力な中央管理社会を作ろうとしているのが現在で、それがダボス会議で話し合われた結果、我が国ではマイナンバーカードという形で情報統制していきますと。そして先ほどの閣議決定や、 プロバイダー責任法など、次々に国民の発言の自由を奪っていくっていうのが決まっていっちゃってると。じゃあこれ推進してんの誰って話で、まあ、このカードを押し進めてる大臣って、もちろん例のダボス会議に出席してましたよね。彼はネクストリーダーだということで、まあ、呼ばれてたわけじゃないですか。ネクストリーダーって何って話ですよ。しかも彼はその前、今の大臣の前は、ちくわの大臣もやってましたよね。 これ偶然じゃないんですよね。彼がこのマイナンバーカードの責任者になった時、世間は、あ、もうあの人出世の目なくなったんだなと。普通だったら外務大臣とか財務大臣とか、そうメインどころじゃないじゃんっつってみんな笑ってたけど。 これ実は計画通りだったわけです。今国が推し進めているデジタルインフラ作成を急いでるっていうのはあの会議、そしてその上にいる例の三角の目たちからの、まあ、指示であると。でも今後それすらも 私たちは、コアだかに叫べなくなる時代が、今まさに来ようとしています。日本の報道自由度ランキングって、すでに G7 の中では最下位ですよ。まあ、一見自由な国って見せかけて、実は知らない間に私たちはいろんな規制、統制を受けているんだと。でもこれ、現時点で70位。今年後半にいろんな法案が通っちゃったら、もうこれ下がるところまで下がるんじゃないかって言われてるわけですよ。でももちろん、そういう政府や 政治家を信任しちゃってるのは私たち国民一人一人なわけなんか面白いコンテンツ見れるからいいやとか美味しいご飯が安く食べれるからいいやではなくて本当にこの国は このままでいいのかってことを一回みんな考えなきゃいけないと思います。ちなみに釣りサムネみたいになってるんで言っとくとつい最近私も約2年ぶりに動画荒れされてしまいました。しかもその動画って3年前の動画でこんなん作ってたっけっていうやつだったんですけど今更かと。でも最近ね僕の知り合いの YouTuber さんでもみんな1個や2個は久しぶりに行かれてるわけです。これがね本当にその動画に問題があるんだったらそれは僕たちは改善しなきゃいけないんですけどそうじゃなくてお前 わかってんだろうなっていうやつだったらこれやばいよねという話なんですよひしひしとその事態は到来しようとしてきています言いたいことも言えないこんな世の中じゃふんふんあこれ言わない町高志だわてれれれということでハロー YouTube 下根塚さんのニュースの猫川には今日もねどん深いアメですどうもラストオンミョでーす 式神紙の中ではデイリー。あとラスト課長の宮でもあります。欲張りセットやめなさい、これ。北朝鮮ミサイル EEZ 内への飛来確認されず、林官房長官。ミサイルぐらいで騒ぎすぎだよね。です。飛行機全く飛んでない場所。選んでますし、いや、そっち側が言うことじゃないんだよな。これいけるいけるいや、これちょっと待って。これ誰と誰が話せ、これ。俺がお前で、お前が俺で。てことん アブガディルリープに使かもアブガディル人妻の手料理食べたいな明日も